皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、このテックタペアラを使ってワイバーンと戦っていこうかなと思っております。で、以前やったらタペアラって若干速度ワイバーンより遅くて戦うの正直しんどかったんですよね。しかしですね、なんかこの前のアップデートかなかなんかで、公式サーバー以外なんですけど、飛行生物に移動速度を触れるような設定が追加されたということを聞きまして、でね、ちょっと早速入れて速度振ってみたんですよ。で、ちょっと速度試してみたらね、めちゃめちゃ速いの。やからこれやったらね、結構ワイバーンと渡り合えんじゃねえかなと思うので、今回はね、それをやっていこうかなと思っております。で、ちょっとね、言ってるだけもあれなんで、ちょっと速度を試してみましょうか。これがまずは無振りのやつで、こっちが振ったやつなんやけど、無振りのやつをまず試していこうか。無振りのスピードはこんな感じ。まあこれでもそこそこ速いんやけどね。で、こっちが速度振ったやつなんやけど、これ!もうこれ一目瞭然じゃない。このスピード。スピードがね、今移動速度が 223% まで振ったんやけど、このスピードよ。この速度あったらね、ワイバーンと余裕で渡り合えんじゃねえかな。こいつしかもね、動きが面白くて、こういう動きとか、こういう動きとか、横に移動したり、下に簡単に移動したり、上に移動したりと、こういう自由自在に動けるっていう生物やから、この速度手に入れたんやったら、ワイバーン余裕じゃねっていう感じなので、今回はそれをやっていこうかと思っております。それでは早速やっていきましょう。さあ、じゃあ今回はこっちのワイバーンの巣でやっていこうか。ちょっと広いから戦いやすいからね、こっちで行こう。もう一個の火山の方はちょっと、ミスって火山に突っ込みそうやから、ちょっと戦いやすいこっちにするわ。お、いたね、ワイバーン。よし。じゃあまずはタペアラの、この、攻撃モードに入って、おお、後ろ下がりでこのスピード。あ、これさ、こう。こんな感じでさ、下がっていって、撃てんねんやけど。ちょ、ライトニングやから怖いけど、まーよ。で、これちょっと海やから、下に落ちんように気ぃつけなあかんけど、これ一方的に攻撃できるぞ。あ、やべ、後ろ。でもこのスピードあるから、後ろ、これ、どうよこれ。めっちゃ強ない。ああめっちゃ強ない、こいつ。こいつでも試そうか。ヘイ、ライトニングじゃん。お、ちょ、近い。さすがに近いぞ。でもこのスピードあるから巻き切れると。あっちからも来てるね、ポイズン。これやばいのが後ろから来るとやばいけど、まあこの上空なら。で、あとちょっとだけ当てんのむずい。絶妙な角度、こんなとこか。ちょっと気持ち、このカーソルの上目に行く感じかな。あとエレメント使うから、ちょっとエレメントがもったいないっていうのもあるけど、この強さよ。ああだって今んところ被弾してないからね。めっちゃ強い、これ。やばくね。あぶれ、休んでるとこに来やがったこいつ。あ、やべ、ちょっと待って。ダッシュ。さすがにスプリント切ってたら追いつかれるけど、すぐに巻いて後ろ下がりしながらこうやって撃つと、強い、強すぎる。なんだこいつは。正直トロペオグナトスもワイバーン狩るのに適してるんやけど、トロペオグナトスは火力あるけど、まあ高級なサドルつけなあかんし、しかもまあ割とさすがに被弾はするんよな。でもこの方式やとさ、タペアラ被弾せえへんねんけど、これあのよっぽど周り囲まれへん限りはほとんど被弾せえへんのちゃうかな。
これは強い。ちょっとスタミナだけ気ぃつけなあかんけどな。その代わりスタミナはちょくちょく減るから、速度に振ってるから、その代わりに他にそんなに触れてないようなステータスが、そこだけは注意やけども。おー、ちゃちゃ、近づきすぎた。やべやべ、ちょっと待って、さすがに近づきすぎと。まあめっちゃ近づいたらこうなるけど、でもこのスピードよ、全然巻ききれてるからね。ほんでちょっと上に上がりながら、近づきすぎたらちょっとまずいけど、これぐらいかな、これぐらいの角度で、ちょっと上、下に行くと水に落ちるから、ちょっと上目にこうか。よし、ちょ、当てんのむずいけどな、ちょっと。当てんのは慣れが必要そうやけど。お前らどこ行くんや。これ上空に来すぎてあれか。へい。どうした、ワイバンドも。強い。強すぎる。テックタペやら。さあ、じゃあまあ戦うだけもあれなんで、ちょっと卵も盗んでいきましょうか。卵盗みやったらやっぱこっちの巣よ。よーし、見ていこう。卵あるかな。なんかね、ちょくちょくね、俺ワイバーンの卵とか盗みに来てるから、ないかもしれんけど、あれあるな。ちょっとトサカ邪魔やんな、お前。こいつトサカ邪魔すぎて望遠鏡使いにくいタイプや。ちょ、下のワイバーに気づかれてないかな。大丈夫そうか。来てないかな。よし。さあ、レベルは100。100か。まあいいや、ちょっと盗んでいこうか、じゃあ。はい、行くぜ。まず速度的には勝ってるはず。眩しい。さあ、どうだ、来てるかな。あ、来てるね。来てるね。追いかけてきてるね。ブチ切れてるね。ちょっと逃げてるだけでもあれやから、ちょっと倒していくか。他のやつと違うところは、こいつは戦えてしまうということや。3体ぐらいなら余裕やぞ、お前。おら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 。オッケー、まずは1体。こいつ綺麗な色してんな。オッケー、2体目。で、ライトニングだけちょっと怖いけども、まあ、距離感を気ぃつけながら。あ、ちょ、やべ、危ね、逃げ出した。なんだこいつ、いで。あ、これ自分の当たったんか。 OK、 180。 いや、余裕やん。卵盗むのも余裕すぎる。なんだこいつ。今の正直戦わんでも多分速度だけでいけたけど、正直戦ってもこれ、戦っても取れてしまう。いや、すーげえこれ、テックタペやら。昔はこんなんでやってたってことやんな。昔は速度触れたって言うし、すーげえ。いかがだったでしょうか。今回こちらの速度に振ったテックタペアラを使ってみたんですけど、いや、こいつマジでやばい。いや、だってさ、ほとんど被弾してないからね。なんか体力一応ちょっと振ったけどさ、正直いらんかったぞこれも。強すぎるわこれ。なんだよこいつ。もともとテックタペアラって普通に強かったし、なんか普通に可能性はあったけど、これ速度に振っちゃったらほんまに速いしさ。まあ、その分他にステータスは避けんくなったけども。いや、これはすごいな。まあ、火力で言うならやっぱりトロペオグナトスの方があるけど、やっぱ安定性、動かしやすさが段違い。で、今回ね、このテックタペアラを代表で使ったんですけど、正直実用的なことを言うんやったら、アルゲンとかに速度触れるからね、今回で。
アルゲンに速度触れるってなったら、アルゲンって正直速度ぐらいやってん。もう正直あのネックがすごい、あの便利な生物やけど、アルゲンって遅いのだけはね、なんともね、やっぱ使いたくねえなって思うとこあったけども、ワイバーン手に入れた手からとかは特にあったけども、これで速度触れるってなったらアルゲンとかも使いやすいし、え、めちゃめちゃええなこれ。まあ速度に振らんとやりたいっていう人は別にその設定を入れなければええだけやし、いや、いいな。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。